はい、今日はね8月15日でございます。まあ仕事が終わったんでね、ちょっと軽くね浮きまこいんでね、また声ずりしようと思って来ました。今日私ワイヤレスマイクを持ってきてないんで、私の声が全然入らないと思うんですよ。なんでね、今日の撮影はね本当にねもう適当になります。13日にねこのスマホ壊れたんですけど、乾かしたらねカメラ復活しましたんでね、引き続き P30 Pro でね撮影していこうと思います。で今ここは上板橋です。じゃあ本当にねもう浮間公園に着いたあたりで撮影いたします。はい、三木公園でございます。本当はここで釣りしたいんですけどね、譲り禁止なんでね、仕方なく浮間公園に行く感じです。浮間船渡 A は、まあ、ここを登ってね下村坂上から越えていきます。今の温度がねなんか33度もあるそうです。暑いですよ、やばい。いつもの新橋釜で、はい、あっという間に浮間船渡、そして浮間公園です。浮間公園でございます。じゃあ何かドリンク買って釣り始めたぐらいから撮影いたします。はい、コカ・コーラゼロだけ買いました。いや暑い、今日も熱風の中をかけてましたよ、マジで暑い。今日も人がいっぱいで賑やかですね。セミがたくさんいますよ。じゃあ今日もセミ屋さんにちょっとねまずやってみようと思います。夜の浮間公園です。今ね広角レンズで撮影してるんでね、ちょっと暗いですけど、こんな感じです。餌はね一応作ります。キューちゃんです。そして竿は万能骨技術 2.7m で、またね仕掛けいつもの P ライン4号と3号のナイロンのハリスと11号の恋針、あとはまあヘラを切るも使うと思います。仕掛けはこんな感じです。多分ね私の声入らないと思うんでね、もう固いです。餌つけてきます。さなぎごのいい香りがします。はい、餌をつけてきました。そしてねセミを捕まえてきました。これちょっとまずやってみようと思います。まあ入り口の近くです。今ここやっております。今日一匹釣れたら帰ろうかなぐらいな感じです。あ、明日も仕事なんですよね、うん、なんで帰ります。また声来たよ。でっかいの来たよ。多分80ぐらい。口が釣り込む。隠れてきたんだ今。でかいの釣り上げましたよ。針は切れてない。大丈夫、やったね。今日多分80ぐらい。食べます？食べれますよ、私逃がすけど。食べます？ベトナムの方ですか？あ、そうです。ああ、いいですねベトナム。いや、目方だけでも。AI 測定ツールでは暗くて精度悪いですが、約67センチでした。じゃあツイッターに送りますかね。鯉が釣れました。でかかった今日のは。はい。まあ67ぐらいでしたね、AI 測定ツールでは。ただちょっと正確じゃないんでね。あくまでも目安ですけど。このサイズか。浮間公園です。よし、逃がしますかね。
このサイズ感ですよ。これ80ぐらいあるかもね。白鳥と同じぐらいな感じだよね。じゃあ逃がします。いや、でかい。でかかった。ほら、でかいでしょ。でかいよ。さらば。あ、でもまだ時間あるから、ちょっともうちょっと声狙ってみるか。いや、今日長く咲いてきたけど、よかったよかった。声に暴れられても、汚れ気にしなくて済むよ。バス釣りじゃないけど、マッチザベートって感じですかね。なんか今日飽きなく釣れちゃったよ、声が。ということで、またちょっとセミを探してね、釣りをしようと思います。もう一匹釣ったら帰る。新鮮なセミを探してます。生きがいいやつ。あ、これ本当にもうフワウェイ、くどいけど、暗所性のいい。まあ動画はね、まあ歩いてたらブレたりするんだけど、でもね、肉眼で見えてるよりもね、全然綺麗に映ってるから。これ暗視カメラとしても使える。ある意味。簡易暗視カメラ。ちょっとある意味、グロ動画になるかもしれないけど、セミが脱皮中です。貴重な場面を見た。ちょっとグロいけど、脱皮中になんかアリに襲われてますね。あ、これ出てきたばっかりだ。動いてる。もう一匹ね、捕まえてきました、セミを。これを餌に最後やってみようと思います。今日もこれで終わりにしようと思います。はい、帰るとは言いつつね、ここ、さっきね、ちょっと餌を取ったらすぐに鯉らしきものがね、ボイルバシャってきて、釣り損ねたんで、餌も一匹取ってきました。これちょっとやってみます。悔しいんでね。ちょっとね、妙なテンションがかかってね、針が切られました。寝かけた時にさ、こうまっすぐになるとさ、引っ張ると切れるじゃない。そんな感じ。だから90度常に保ってなきゃいけないんだけど、まあ意識してね、ちょっとなんか伸びちゃって、ブチって切れた感じ、針がね。今の、まあ目方60ぐらいかな。はい、じゃあ今日はこれでも帰ると思います。一匹釣れてね、一匹ばらしたけどね、引きが楽しめたんでね、もうこれ以上は欲張らずに帰ると思います。明日も仕事なんで。まあまたどこかで釣りをすると思いますんでね、その時にはまた動画を撮ります。まあ、釣りだけじゃなくてもね、気が向いたら適当に動画を撮ります。ではさよならです。楽しかった。恋のセミパターンですね。それにしても暑い。今浮き萌えに来ると無理なくセミで恋が釣れますよ。昼間は知らないけど。はい、ではさよならです。